薄い峠で言います。すごいな、これ。下は、わあ、水の流れが、旧信越本線の薄い第三アーチ、設計イギリス人、パウエル技師、明治25年に建設。ああ、これ鉄道なんですね。すごいな、レンガ積みで、こんなの作ったんですね。薄い峠です。薄い峠鉄道文化村に来ました。なんとか到着しました。いやー、なかなか難しいですね。おー、これは縁側があって、あー、なんか古い、L 特急みたいな車両が置いてありますね。中山道の峠、薄い峠を走ってきたんですが、ところどころすごい陸橋が見えました。あれが全て鉄道の、陸橋ということで、現在は使われてないそうですね。今はトンネル、新幹線、明治時代に建設されたというですね。あ、これは今では懐かしい車両ですね。貨物車ですね。おー、すごいですね。あ、ちょうどスタンドが出てこ、懐かしい特急車両ですね。